石破政権が発足前からピンチに陥っています総裁選に出馬した候補者たちを適材適所で処遇すると言いながら身内で固めて党内で怒りを買い早期解散を否定しながら県政史上最速の解散を行うと宣言して議論から逃げたと野党から怒りを買っていますそんな中で自らのポストを辞退して仲間に譲った高市早苗氏や小林隆之氏は泥船政権に乗らずに大正解であり短命政権崩壊後の次期総裁選を伺っていることが分かりましたので。 今回はこちらの情報を紹介いたしますそれでは、まずはこちら産経新聞次見据え、高市早苗氏は石破政権と距離を置く構え国族発言の村上氏起用も党内刺激先の自民党総裁選で石破茂総裁に決戦投票で敗れた高市早苗経済安全保障担当省は新政権と距離を置く構えです党内では人事などをめぐって石破氏に対する不満がくすぶっており 高市氏としても次期総裁選を見据え、自由に行動できる道を選んだとみられます。この石橋に対する不満がくすぶっているので、これも早期解散に動いたという理由でしょう。選挙前には後任を与えるかどうかになるので、皆さん静かになります。しかし選挙結果が悪ければ、このくすぶりが一気に爆発することになります。しかも石橋政権の身体検査は甘くてヤバい人間が何人かいるので、もし閣僚からスキャンダルが出て選挙で負ければ、 一気に引きずり下ろされることになるでしょうそこでこちら一ッの画面ですが予算委員会を開けば支持率が下がる閣僚のスキャンダルが出れば一発アウトだということで森山幹事長が早期解散を説得したようですおそらくヤバやばい奴が閣僚にいるからでしょうそこでこちらアゴラ編集長の池田信夫氏今時珍しい露骨な論考交渉人事文春の餌食になりそうな閣僚が多数なので予算委員会を開けなかったというのが本音かもしれませんね しかしいずれバレることですそこでこちら元テレビ東京ディレクターの下谷氏特に危ないのが初と久々の入閣組これまでニュースバリューがないのでよほどのことでもなければ相手にされてこなかったが閣僚となれば話は別これだけ反主流派を干すとリークもあるだろうし「文春の取材」と「選挙」どちらが早いかの時間勝負にまあ選挙期間中に「文春法」が炸裂してそれが負ける原因になれば 間違いななく石橋の責任を問われるることになるでしょうねそこでこちら麻生氏に近い経済評論家の渡辺哲也氏石破さんなど冷や飯食いグループ党内野党でありマスコミが自民党批判に利用できたのでスキャンダルが出てこなかっただけで身体検査もしていないので後から大変になるかも菅原一秀や河合克行のようにそこでこちら「文春オンライン」早速「文春」がウォームアップを始めました 経済再生省に起用、石破茂最側近、赤沢良生が買った疑惑の香港カジノ株、政治資金規制法と資産公開法違反疑惑も、赤沢良生氏は石破氏の一番の側近です。まだ疑惑なので詳細は割愛しますが、文春がすでに動いていることは間違いありませんね。なので石破政権は短命で終わるでしょう。そこで高市氏は次期総裁選を見据えて、自由に行動できる道を選んだというのは大正解ですよね。 泥船内閣や役員になって責任を取らされたらたまったものではありませんそこで石橋から直接提示された総務会長は低く見られすぎでした提重にお断りした当役員人事で石橋から総務会長就任を打診された高市氏は周囲にこう語ります総裁選で支援を受けた同僚議員だから当ナンバー2の幹事長以外は受けるべきではないと助言されたことも背中を押しました高市氏周辺は 低く見られすもっとも石橋には好待遇だとの思いがあり誇示された後周囲に「そうですか」って感じだなと淡々と語りました石橋は安倍さんに負けた時に人気があるので幹事長に据えられた経験があるのに何を言っているんだということになりますねそこでこちら日刊スポーツ田崎史郎氏が推察幹事長以外やらない高市早苗氏が総務会長のポストを拒否した真意とは 高市氏は幹事長以外やならないと打診された総務会長を拒否通常決選投票で負けた立候補者を組閣において厚遇するのが通例だという田崎氏は2019年の総裁選の時は石破さんと安倍さんが戦って安倍さんが勝った後、石破さんを幹事長にしたんですよねと説明続けて決選投票で戦った相手を処遇するというのは自民党では よよく見られる光景なんですよと語りました決選投票で負けた立候補者を組閣において厚遇するのが通例なのに思い切り冷遇していますよね総務会長は上がりのポストなので党員の人気があった高市氏を選挙で生かさず党内に押し込めることは買い殺しすることになります幹事長なら選挙の責任者なので高市氏の強みが生かせるのです石橋が言った適材適所ではありませんさらにに幹事長にしないで 総務会長って言われると幹事長と総務会長は同じ4役ですけど持ってる力が全然違いますから高市さんが拒否されるのも分かりますと察しましたこれをメディアでは詳しく説明せずに批判材料として使っていますよねさらに岸田文雄信者も同様に叩いていますねしかし自民党の通例から言えば筋が通っているのですさらにこちらスポニチアネックス田崎志郎氏石破新政権は 高市さんを幹事長にしなかったことによってちょっと問題が起きてきている田崎氏は石破新総裁の人事について高市さんを幹事長にしなかったことによってちょっと問題が起きてきているのは自民党員の中で党員を辞めると言い始めている人がいるんですねだからやっぱり強行保守の考え方の人はこの結果に不満なんですよでも選挙で勝つためには 強行保守の人たちも一生懸命にやってもらわないといけないわけですね。それが石破さんがいよいよ解散総選挙を打った時に選挙結果としてどうなるかってことなんです。と解説しました。なので石破氏は高市さんを幹事長にすることで強行保守にウィングを広げる必要があったのですが、それをやらなかったので強行保守の票を減らす可能性があります。ちなみに恩恵保守が岸田派高知会のイデオロギーです。 今は岸田外交に慣れてしまって恩恵保守がネット上でも主流になりつつあります。さらにこちらスポニチアネックス。田崎志郎氏、自民人事、衆院選では、右傾化している人はいる。幹事長を高市さんに目をつぶってしておけば、田崎氏は。総裁選の結果は右傾化しすぎることに対する不安が勝ったということです。ただ総選挙を考えた時に、右傾化している人はいるわけですよね。半分近く。 その人たちをどうやって取り込んでいくかってのも課題になるわけですだからそういう意味で幹事長を高市さんに目をつぶってしておけばその部分は防げたんじゃないかなと思いますと自身の見解を述べました安倍さんを信奉する人たちは強硬保守だと思いますがその流れで支持されているのが高市さんですしかし保守党の百田直樹氏やジャーナリストの門田隆将氏など行き過ぎた言論で危機を煽ってお金を稼ぐ人たちがいて それを信じる国民が影響を受けて罵詈増言を流すことを忌避する人たちが多いのも事実です。なので高市さんは門田隆将氏との講演はやめられることをお勧めします。そこでこちら渡辺哲也氏。選挙弱い議員、落選危機ですね。安倍側、高市側、裏金側と騒いでいる人、立憲、共産の評伝ですが、落選運動をしているのは自民支持層ですから、陣営崩れます。 それがこちら綾子氏のポスト高市さんを落選させた国会議員名まだいますおいおい出ます189人の一部70人反安倍議員保存版にということで決選投票で石橋に投票した国会議員の一覧を作って落選運動をしています私は落選運動は好まないので推奨しませんが石橋が高市さんを取り込まなかった影響は支持者にも出ています この状況に目をつけたのが保守党です。こちら朝日新聞。河村隆史名古屋市長。愛知1区から立候補へ。日本保守党が公認。保守党は政治活動をせずに YouTube やニコ生でデマを発信し続けている政治団体ですが、石破政権が続く限り受け皿はそんな政治団体でもなり得ます。愛知1区は自民党でしたが、河村隆史氏は選挙に強いので、石破政権を批判することでこれは残念ながら勝ってしまうでしょうね。 まともな団体なら応援できますが、自民党のやることの批判しかなく、まともな指摘や政治活動を見たことがないので一切応援できませんね。さらに石破人事は振り切れてしまっています。これまでの冷や飯食いの怨念を晴らすような人事でした。石破氏が安倍氏を国賊と呼び、一年間の党役職停止処分を受けた村上誠一郎元行政改革担当省を総務省に起用する方針を固めたことも党内を刺激しています。 旧安倍派の若手議員は「我々に対する宣戦布告だ!」と激怒これは村上氏は閣僚ですから定例記者会見があるので記者は村上氏から旧安倍派議員に対してマイナスな発言を引き出そうとするわけです例えば裏金議員の後任はどう思いますかとか聞かれると村上氏は「後任するな」と言わざるを得なくなりそれが政府の意向だと捉えられてしまうわけですなので旧安倍派議員から見れば宣戦布告人事ということになります 石橋はそれを狙っているのでしょうね石橋と親しい自民重鎮も果たして新政権は持つのか人事が振り切れてしまったと懸念しますこれは旗から見れば振り切れていますがずっと冷や飯食いだった石橋からすれば周りが見えていないので当然なのでしょうねそこでこちらトースポウェブ田崎史郎氏安倍国賊発言議員の閣僚抜てに高市陣営が怒っている石橋は総裁選直後から組閣に着手し 裏金議員を排除するとともに総裁選で石橋を支持したいわゆる勝ち組を優遇一方で安倍路線の継承者とされる高市陣営を冷遇していると言われていますがその中でも高市陣営を逆なでしたのがかつて安倍晋三元首相を国賊と発言した村上誠一郎氏の総務省抜擢だという。高市陣営がが最も怒っているのが 総務大臣に就任する予定の村上誠一郎さんなんですね。村上誠一郎さんは2年前、安倍さんの国葬の時に国葬に反対表明した上で、安倍さんを国賊と呼んだんです。それで自民党内でかなり問題になって、党規委員会が1年間の役職停止の処分を下したんです。その人をなんで総務大臣にするんだ、閣僚にするんだと、高市陣営は怒っています。田崎氏。 この感感覚覚が最小にななるよような感覚ではありませんよねこれにコメンテーターの玉川徹氏も村上氏はあまり閣僚経験ないですよねそういう人を総務大臣という重要ポストにつけたのはいろんなことを象徴しているんじゃないかと思いますねと話すと田崎氏はその通りですねだからこそ高市陣営は俺たちに喧嘩を売るのかってなっちゃうんですよと解説しました あの左のの左玉川通氏にも評価されていないなだから笑えるレベルですよね総裁選で高市氏を支持した中堅議員は無役でいた方が次期総裁選挑戦に好都合だと指摘地方をこれまで以上に回って牙を研げばいい下手に役職に就いたら言動も制限されると巻き返しを誓います高市さんは総務会長を誇示したことで一時叩かれましたが村上誠一郎氏の入閣ニュースが流れてから やはり大正解だったということになりましたね短命政権が終わればまた総裁選が行われるのでそれまで準備をすればいいんですそこでこちらスポニチアネックス石破人事を孤児のコバホーク指揮者が継承かなり重いポストそれを断ったということは将来に過婚も政治ジャーナリストの後藤健二氏が30日 BSTBS BS「報道1930」に生出演し 自民党役員人事をめぐる動きについて解説しました高市氏は総務会長を打診されたが誇示し小林氏も党広報本部長のオファーに首を縦に振らなかったとされます共に陣営の他のメンバーを登用するよう求めたというキャスター松原浩二氏は誇示したこれが驚きこれは反乱みたいなものなのかと首をかしげました全く驚きませんが左から見ると驚きなんでしょうね すると後藤氏は私はこれ反乱予備軍みたいなところだと思うと自身の見解を口にしました同氏によると総裁選翌日の28日石破氏は高市氏と1対1で対談したというその時に高市さんは党内野党という言葉を使われたというのです味方によっては宣戦線布告宣言と受け取れるような動きをしたので 石破さんにとってますます警戒感を強めたということになったと思うと分析しましたいいですね高市さん宣戦布告ですねあなたの政治手法を党内野党として追求しますよということですかまるで安倍政権時の石破氏の役割を高市さんがするようですねこれは安倍さんの仇を取るような感じですね松原氏からはなぜですかもう一緒にやれない政権が続かないから次の総裁選を狙うということなのか と質問が飛びましたすると後藤氏は「そういうことだと思います」と答えました「いいじゃないですか楽しみにしていますね」その名前から「コバホーク」と呼ばれた小林氏は総裁選2位の1番に立候補を表明無名から一気に若手ホークとして脚光を浴びる存在になりましたそんな中での人事オファー小児後藤氏は「小林さんも次の総裁選が近いという思惑もあって」 誇示されたと思うと説明しつつその意味では小林さんはちょっと早がてんしたかという気がしますとも指摘しました当選4回生で広報本部長ってかなり重いポストなんですキャリアとポストを比べると十分な抜擢だといいそれを断ったということは将来に過根を残す可能性がある自民党の文化にそういうものはないわけですと続けましたまた 党内の評判が悪くなっているのかわかりませんが、小林氏の一つの評価が出たと思います。とも話しました。私は全くそうは思いませんね。むしろ小林氏は古い自民党政治から脱却する意図があって、異例の40代で出馬したのです。むしろ石橋のやっていることが古い自民党の象徴なので、石橋が失脚すれば自民党の文化が変わるでしょう。そこでこちらテレ朝ニュース。さあ、高市さんはどう出るのかにも注目です。 ザマッチはまだ終わっていないな高市氏小林氏がポストを誇示した理由とはなぜ高市小林両名は誇示したのか石破新体制には今後何が待ち受けているのか政治学者の佐藤真氏に聞きました佐藤氏は石破新体制について「大きな亀裂を生んだ」と指摘します石破氏は総裁選で戦った人にもポストを与え「一致団結」を呼びかけたが。 提示したポストが十分ではないなどの理由で高市氏や小林氏に断られ、党内に亀裂を生んだ。結果的に自分に近い人たちで固められた形になるため、党内にはかなり不満が溜まってる状態だ。さらに自分に近い人たちにはスキャンダルの可能性があります。週刊誌は冷や飯組の時はスキャンダルを出しても売れないので、今の一番売れるタイミングで出してくるものです。今後、 石破新総裁にはどのような苦難が予想されるのか佐藤氏は今回の総裁選においても自分を凌駕する可能性があった高市氏などが外側にいていつでも石破卸ができる状態にある衆院の解散総選挙はもちろん常に安定した政局運営が求められると説明いつでも石破卸ができる状態にあるいいですよね怒っているのは高市さんだけでなく 重鎮の麻生氏もそうですからきっと麻生氏と良いタイミングを図って麻生氏の発言から石破卸が始まるのでしょうねさらに「2025年7月の参院選が最も厳しいタイミングになるかもしれない」と予測します参院選までは時間があるため石破氏がやろうとしていることがこの時には見えておりさらに新総裁誕生によるご祝儀相場によって上がった支持率も落ち着いている。 この選挙で自民党が振るわないとなれば石橋に対して責任を取れという声が出てくる7月に参院選がありますので改選になる参議院議員は衆院選の結果を見てダメなら石橋を引きずり下ろすことになります時期は通常国会で予算が成立した後の3月末頃から始まるでしょうね一方同じく総裁選を戦った小泉進次郎元環境大臣は選対委員長という要職に内定しています佐藤氏によると 選対委員長は選挙結果の責任を取らなければならないポジションなので選挙での不信を理由に石橋の後継者を目指すことは難しいというつまり次の総裁選は出れないということになります今回の総裁選のトップ3のうち高市さんを除く2人がいなくなるので高市さんは一気に有力者になるでしょうそれでも選対委員長を受けた理由について佐藤氏は小泉氏はもともと比較的石橋とは関係が近く 決戦投票でも石橋の応援に回った。高市氏とは状況が異なる。小泉氏は、経験の少なさが課題と指摘され続けている。むしろ、石橋の体制が続けば、幹事長や官房長官などさらに良いポジションにつくことを狙えるかもしれない。と述べました。今プッと笑いませんでしたか石橋の体制が続けば、という前提なので、夢のまた夢でしょうね。衆院選は10月15日公示。 27日投開票となります。石破新総裁は国民にアピールできる政策を出せるのか。もう全く時間がありませんよね。パンフレットに政策を落とし込む時間があるのかどうかというレベルです。佐藤氏は難しい。選挙まで約2週間と言ってもその前に政策のパンフレットを作ることなどを考えると、時間はほとんどないに等しい。石破氏は独自の政策を提示してきたが、同時に、党内で話し合って決めたい。 としており1 2週間で石破からを出すのは」厳しいという実際当面は岸田政権を継続するとも表明しています何か急ぎすぎたことでかえって負けそうな気がしますねそして総選挙になれば「この点を立憲民主党の野田新代表がついてくるかもしれない」という石破氏はこれまで党内野党的な立ち位置で批判をしてきたため 立憲民主党としては高市氏と比較して戦いづらいしかしすでに言ってたことと違う点も多く生じているので野党第一党としては当然そこをついてくる自民党側はこれにどう対抗するかが問われるいや私は総裁選の時に石橋はブレるのでこちらの言うことを聞かせやすく小泉氏よりマシと言ってきましたがまさかここまで全言撤回をしてブレまくるとは思いませんでしたもう笑えるレベルですよね ということで高市さんや小林隆之氏はいい位置についていることがお分かりいただけたと思いますのでいつ反撃に出るのか我々は高みの見物で見守っていきましょうまた新たな情報が入りましたら動画をアップしていきますのでよろしければチャンネル登録と通知ボタンそして高評価とコメントもお願いいたしますまたこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました